ら洗濯物を畳んで行ってきたいと思います。洗濯物畳みながら配信しますね。眠そうだねって。眠いかも。いやでも眠くはない、もう全然。さっきまで眠かったけど今はもう全然眠く。寝癖って。そう、このあと劇場行って結局髪の毛を整えてもらうので、そう、もう自分ではやってかないから、ちょっとでも寝癖がついてたからもうかぶってます。このあと無事に振り入れできたって。そう、振り起こしね、そう結局昨日3時ぐらいまでかかって、そう、聞いて、昨日なんか足首痛くなっちゃってそうなんし、なっちゃう。冷えピタめっちゃ張ってる今。でもね、あの後はすごく安静にしたので治ってますように。踊りすぎ。みんなも踊るときはちゃんとストレッチしてから踊った方がいいよ。昨日、あ、そういえばうんし、ストレッチしてなかったなと思って。別にでもゴキってなったわけとかじゃないから、くねったわけとか、ただちょっと筋を痛めちゃったっぽい、ピエンって感じ。こんなにテーピングで固めた方がいいねって思ってんけどさ、自分でそれうまいことできんのかねと思って、できん。そう、でも今日は久しぶりなので楽しみたいと思います。顔やばおもろいね、顔パンパンじゃん、おいしい。あら、どうしたの。顔パンパン、寝て。今日あったかい。あ、マジで。なんかさ、最近さ、最近マジでさ、わからんくない。昨日もあったかかった、一昨日もあったかかった、ね、結局その衣替えっていうか、まあ私は衣替えをしない人なんですけど、その常に冬服も出してあるっていうか、ベッドの下にあるのであれなんですけど、上に何を着ていこうか迷うよね今って。なんかさ、それこそ普通のさ、なんていう の、 あの上着、あれなんていうんだろうね、上着を着ていくか、それともこの T シャツとかの上に
あのパーカーとかでもいけるのかみたいな。そう、寒かったら普通に上着着てった方がいいや。でもまだそんなにって感じやったらパーカーをさ上に着ていくのでもなんかさ楽じゃない。あ、そう、コートだ、コート、コートだと暑い時あるもんって。そう、おととやったかな、それやったのよ。コート持ってっててんけど暑くてずっと手に持っててみたいな。ねえ、まあ、ちょうどパーカーやし、パーカー着ていこうかな。パーカーはパーカーで肩こんねんねわがまま。服ね、ほんと肩こるからめっちゃ苦手なんですよ。めっちゃ寒がりなのよ、西。寒いのほんと苦手で、だから厚着したいんだけど苦しくて厚着したくないの。夜は13度ぐらいだって言って、マジ寒くない？13度って。パーカーって楽だからよく着ちゃうんよねって。ね、楽だけどさ、洗濯すんのかさ、めんどくさいのよパーカー文句ばっかり。だからね、あのなんかね、楽なんだけどね。そうだから、おじゃあんまあんま着る回数多くない。夏は良かったよ。T シャツの洗濯本当楽なんだから。そう。あの。夏が恋しい夏が恋しいよ。夏いの嫌いなくせに。でも寒いのよりかはマシ。暑いのと寒いのだったら私は断然に寒い方が苦手なので。そうなのね。お兄さん部屋干しってお風呂場で干してるお兄さん。そしたら乾燥がついてるんだ。楽ちんにしよう。もう半年待てばまた暖かくなるかもやって。うん、それはわかるあの半年ぐらいしたらまあまあまあ暖かくなるやろうなっていうのはなんとなくわかる。うん、でもそれまでが長いのよ。そうなのよね。ちょっと待ち遠しいわ。パーカー部屋干しだと永遠に乾かなさそう。なんかまあ、もし乾燥機ついてるからさ、まあ乾くっちゃ乾くのよ。まあでも乾きづらいよね。洗濯物が多いこと。帽子を似合えてありがとう。そしてファンの方からいただいた帽子です。
ありがとうございます。よし、ラスト。見合ってるよ、ありがとう。帽子って本当便利よね。昔とか私全然帽子かぶんなかったんですけど、そう、でもなんかなんだろうね、かぶるようになった。なんか帽子にさ関してっていうか、帽子に対してなんか憧れみたいなのもあったのよ昔。でもなんか買うだけ買ってなんかあんまかぶらへんみたいなこと多かったけど、ショートになってからなんか髪の毛がロングの時は髪の毛くくれば収まったりするんですよ、寝癖とか。でもショートってくくれないから寝癖とかそういう時ボワーンってなるんですよ。だから便利。あと舞台とかやってるとね、あのウィッグとかかぶる時って、あのウィッグ取った後髪の毛爆発するんですよ。それを隠すためにね使ったりとか。よし、ちょっと冷えピタ外しとく。いて、カピカピになってる。あ、なんかこの冷えピタ痛いわ。え、ツルツルのやつ剥がれるぐらいなんか密着してる。まあ、えい。つけすぎたら乾燥するよ。ということで畳み終わったので、配信が終わったらこれをしまってゴミまとめて、あと今日は偉いの温泉お米をちゃんと炊いていきたいのよ。だからお米炊いてっていうのを頑張って10分以内で済ませたい。無理無理かな、無理かな。やってみたいなって思ってるんだけど無理かな。やってみよう。じゃあやってみる。このカメラついてきてくれたらいいんだけどな、面白いこう動いたら動いたで。ここに固定してあるからさ、今はここから動けないの。そう、そう、これ全部ついてきてくれたらね、あちゃこちゃ行って準備できるんだけど、ふん。お、14分経過しましたって、ありがとう。あ、じゃあちょっとなるべくちょっと時間を増やすために、じゃあもうランキングの方読んでいこうかしら。ありがとう。ほんとやばいね、すっぴん。この日に照らされてるすっぴん、ほんとウケる。今更なんやろなって思うのよ自分でも。今までずっとすっぴんでやってきてたし。いやでもね、やっぱ朝寝よ、なんかわりかしさ朝のさ顔って面白いよね。はい、じゃあランキングの方、1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位ハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位が、RTO アットマーク大西のマリアさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。
そして5位が SL さん、ありがとうございます、イエイ。そして6位が親ちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がさとちアットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がリピーピーさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がよっちゃん&ゆうももち大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして、10位がとち太郎さん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がよりちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして12位が翼さん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位が、つよしさん、ありがとうございました、イエイ。そっか、こんぐらい離れとけばよかったよ。ちょっと離れても一緒やばい、ほんと顔。ちょっと終わろう、終わります。じゃあ本日この後は坂上がり公演です。ぜひぜひ楽しみにしていてください。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃花でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。見れば見るほどちょっと面白くなってくる自分のが。じゃあね、行ってきます。バイバイ、ありがとうございました。バイバイ。